お疲れ様でございます。4日ぶりでしたね。10月25日金曜日朝6時の相場解説になります。今日からまたいつも通り相場解説の方も再開してまいります。FX オリガル日のこちらの方のね、えー、続きもやってまいりますんで、今まで通りよろしくお願いします。さあ本日なんですけども、短期的な下落トレンドが起きております。えっ、ー、と、私がね、ちょっとね、目を離した隙に153円までぐーっとね、 進んだわけなんですけども、これが一定の落ち着きを見して、まあ利確も入ったりとかね、新規の売りがこの辺から入り出したりとかして、下落トレンドの方向に入っております。ずっと上昇を描いてきたところから、下落ですね。で、この下落ってのが短期的に収まるというふうに思いますんで、えー、来週ですよね。 44周目にはまた上昇トレンドに戻って152円3円の方を目指すんではなかろうかと思いますその時のネックラインがこちらの方になりますんでここをねよく覚えておきましょう153円付近を抜けてさらなるドル高円安へということでございます、まあ、ちなみにこうやって見るとこの辺りはレンジだったことがわかりますよねここをブレイクして上に抜けたということになりますはいということで ちょっとした現象をお話しました。これからどうするっていう話はこれからです。で、全体像を見るために、冷やしを見ていきましょう。はい、冷やし。前回の解説では、上昇チャンネルがこのようになっていることと、ここを超えましたよねってことを話したわけです。で、超えた後のブレイクが、ここから起きていますね。チャンネルラインを越えて、上の方にバスンと跳ねたということになります。えー、そして何の因果かわかりませんけども、ここで、 上昇トレンドの理覚が進んだということで、しまいにはこの2日間、陰線が大きく出たってことになります。で、この陰線、下の流れは短期的に収まって、いわゆる押し目を作るような状態で、今後上の方にまたもう一回伸びるというふうなのが私の見方ですね。長期的にはドル高の方に行くっていう、まあそんなことになります。で、4時間の方を見ていきます。長期的には上の方に進むわけですけども、 短期的にはどうなのかなってことを見なくてはいけません。はい。こちら、4時間の移動平均線が赤いところにぶつかってますよね。まずはここで上に跳ねるきっかけをもらうことになると思います。ここを抜けても今度は青い移動平均線で上に行く可能性は高いです。で、両方とも4時間が抜けてしまうと、これはね、1時間では抵抗しがたい下落の波がこの辺りまで149円ギリギリのところまで起きるんじゃないかなっていうところですね。それが大方の見方です。 で、改めて1時間の方を見ていきますねえ。今日は金曜日なんでトレードを積極的にしようって方はいないと思いますけども、今日は下落が進んで終わっていくんじゃないですか。はい。移動平均線もね、ちょっとこのように広がっていってるとこ見せますんで、しばらくは下の方に向かうと思います。その上でちょっと材料を見ていきたいんですけども、改めてなんですが、材料の方、金曜日は何が入るのかなと。はい。特にないですね。 特にないですね。これといったものはありませんね。で、来週は10月28日44週目。月曜日も何もない。火曜日も何もない。水曜日も何もない。何もなさすぎます。はい、やっと水曜日の夜に ADP 他出てきますね。ということで、来週月火水としっかりとこの下落トレンドで稼げると思いますね。 具体的に言うとセルで取っていく、それが44週目になるんじゃないかなと思いますけども、この先はまたね、44週目の見通しでお話ししていこうと思いますえ。それでは今日も追加で更新をさせていただきますので、頑張っていきましょう。ありがとうございました。